神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。たけちゃん、いらっしゃい。こんにちは、いこばさん。いやいや、こんにちは。座ってください。今日もね、ちおちゃんとみささんとね、この前の幕屋の話がすごい面白かったからね。すごかった、すごかった。嬉しいことを言ってくださる。この後の続きをね、もう早く聞きに行こうってことでね。はい、もう前回はその垣根の中に入っただけでこんなに奥に隠されてるんだと思って感動したんですけど、今回はさらにその中に入っていったらどんな奥義がさらにあるのかなと思って、知りたいと思って楽しみに来ました。嬉しい嬉しい。もうなおますます奥義がすごくなるんだけど、まずは中に入る前に外と中の違いをちょっと、お話しした方がいいと思うのね、うんうん、この垣根の中っていうのはイスラエルの民だけしか入れない。イスラエルの民が神様と交流する、それが中庭なのね。お庭の中、うんうんうん、なるほど。アラノの幕屋は神様がイスラエルの民と共に住む場所だから、ミシャカンってこの間言って、うん、ミシャカンっていうのは住みかだとか住むところっていう意味なのね。だから神様がイスラエルの民と交流したいがためにあの幕屋を建てられた、そしてあ生贄を持ってきた人たちが神様と交流できるという、だけどあの庭の中では民族的交流なのね、うんうんうん、神様とイスラエルの民が民族的交流、うん、そしてあの幕屋の中に入るとそれは個人的交流、うんうんうん、となると民族的交流と個人的交流ではどう違うんですか？民族的交流っていうのはこの民族全体の中の一人だけ選ばれて、大祭司っていうのが選ばれて、1年に1回だけ神様の御前に立ってこの民全部の罪を許してくださいってお願いするのね。それは民族的交流、神様と民族の間に仲介者が入っているっていう、それが民族的交流なのね。でもこの幕屋の中に入れるっていうのは大祭司の家系、モーセのお兄さんのアロン、あの家系の人だけしか入れない。祭司たちだけしか入れないっていう。垣根の中にはイスラエル人だったらみんな入れる。入れる。でもさらにあの幕屋の中には祭司だけが入って、
個人的な交流があるっていう。そう。あのクリスチャンの場合は、まあ、僕たちは個人的な交流が神様とあるんじゃないかなっていうふうに思ってたんだけど、そういうことなんだ。絶対そう、絶対そうね。じゃあちょっと聖書を開けて、うんうん、たけちゃんに、はい、第一ペテロ2章9節読んでもらおうかな。はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。はい。私たちはイスラエルの民じゃないのね。イスラエルの民ではないので、異邦人っていうのは闇の中の人たち、まあイスラエルの民も闇の中の人たちなんだけど、あの幕の中に入れば、中庭に入れば神様の光の世界に入れるわけね。だけど民族的交流、だけど祭司だったら個人的交流のために中に入れる。それが今読んで、もらったところは、イエス様によって私たちは光の中に入らせていただいて、祭司となった、アロンの家系でなくっても祭司となって王となって個人的交流の中に入れるんですよという御言葉でしょ。すごく近くなる。たけちゃんもみそも祭司、祭司、私たちみんな祭司、祭司になる、みんな祭司、神様と個人的に、個人的に交流できる場所に入ることができる。すごい変化ですね、その違いというか。その違いっていうのがすごいでしょ、うん、神様と個人的交流して、うん、お父ちゃんって言えるのと、うん、おー神様ってね、この大祭司を受けてくださいって、それとまた全然違う、うん、これが民族的と個人的交流の違いなのね。そういうことなんだね、うん、そして個人的交流に入る前に儀式があるんですね。でその儀式っていうのが、祭司が中に入る前に、洗盤っていうので手を洗って足を洗って清めてから中に入るっていうのがあるのね。でその箇所が出エジプトに書かれているので、塩信さんに読んでいただこうかな。出エジプト38章の8節。また彼は聖堂で洗盤を、また聖堂でその台を作った。会見の天幕の入り口で勤めをした女たちの鏡でそれを作った。はい。この昔の鏡っていうのは、今の鏡ってガラスでしょ、昔の鏡っていうのは聖堂でピカピカに光らせて、こう鏡に使ってたのね。その鏡を溶かして旋盤を作って、それで手と足を洗ってから、個人的交流に入る場所に入る。この鏡っていうのは、この外の美しさを見るっていうね、その鏡を溶かして、内なるものを清くして、っていう意味なのね。そういうことなんですね。内なるものを清くして、そして神様の御前に出るという、その先般、これこの間のクムランの写真なんだけれど、ここに丸いものがあるでしょ、これが幕屋の入り口のところにあるんですよね、これが
女性たちの鏡を溶かして作ったという旋盤、旋盤ね、この旋盤で手足を洗ってから中に入る、これは清めのことを表してるのね。私たちはイエス・キリストの御名において十字架の血潮によって清められているので、祭司となっていつでも父なる神様のところ行けるわけね。これが旋盤。旋盤は 見ましたけど、そんななんか大事な意味があるとは全くわからない。わからない。でもすごい大切な、こうわざわざこの聖堂のものってたくさんあったと思うんだけど、わざわざ鏡を溶かして作ったって。本当は外を美しくするのを溶かしてしまって、中を美しくして神様の御前に出るっていうね、深い奥義があるんだね。そこで洗う時のなんか心もなんかその、ね、考えさせられるでしょうね。そうやっぱただの儀式じゃなくて中身が大事ってことね。そうだね。やっぱりね、あれ手洗う時に私はみんなとは違って祭司なんだという思いがあったと思いますよね。何しろアロンの家族だけですからね、それができたのがね、そしていよいよ中に入る、中に入るとどういう形になってるか、これこの間もお見せしたこの平面図なんだけれども、中は2部屋になってるのね。こちらが聖女ってちょっと大きい部屋で、奥が至聖女。至聖女っていうのが大祭司が1年に1回しか入れないところ、そして、この聖女というところに、祭司が、毎日入って個人的交流をするところなのね。でこの中にいよいよ入るんだけど、中に入ると右側に、パンの机っていうのがあるのね。パンの机のところ、こういう、とても美しいパンの机なんだけど、この箇所をちょっと読んでいただこうかな。パンの机のところをね、出エジプト25章なんだけど、たけちゃん23節から25節まで読んでくれる？はい。机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに手幅の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作る。はい、これがパンの机って、この金の飾り縁っていうのが、ここに綺麗な飾りがついてるでしょ。それを手幅って言ったら、これ手幅ですよね。手幅を置いてもう一つ金の飾りを作ってるのね。これ金の飾りっていうのは王冠を表してる。でこの王冠を表してるのを、なんでもう一つ、なんで王冠が二重なのかな、と思うんだけども、このイスラエルの民の王はイエス様なんですよね。だけど異邦人の後に救われる異邦人たちの王でもあるというので、イスラエルの民と異邦人の民両方の王であることを表して、これも予言的にいつの日か、異邦人もイスラエルの民も祭司となって神様と個人的交流をするという予言的
机なんですよ。でこの真ん中にパンが置かれるんだ。12枚のパンを毎週新しく置くんですけど、でそのパンは祭司しか食べることができない。ここに入ってきて、パンを食べる、神様のテーブルに迎えられて神様と個人的交流をしているという、個人的交流象徴がパンの机です。それはすごい。いや、二重になってるのも、うん、異邦人のためのっていうこととイスラエル人のためのっていうことで表されてるんだね。表されてる。テーブルの上にパンって聞くと、まあ、僕たちからすると、うん、教会で聖餐式がこう思い浮かぶんだけど、おー、すごい、ね、で僕たちはそれ食べるんだけどね、どう感じる？いや、すっごい、もうこれは奥義を知ったっていうこと。私たちが教会で、聖餐式をしているのは、うん、象徴はこれなのね。だからいつの日か、うんうんうん、異邦人もイスラエルの民も聖餐式をするんですよという予言、予言を象徴した、それがパンの机。すごいね。すごい、 いつかもう世界中の人がこのパンに預かることができるっていうことがイエス様が生まれるもうずっと前にもうこうやって表されてたっていうことだよね。そう、神様と親しく食卓を囲むってことですね。1400年後にそれが成就したっていうことなんだけど、それはもう神様はちゃんと予定して、イスラエルの民はその理由がわからないんだけども、言うことを聞いて守ってきて、神様の命令に従って従った通りに作っていた。だから作っていた。そういうことなんだね。そして今は私たちも聖餐式をしているっていうのは、このパンの机に預かってる個人的交流。なるほど。すごい深い意味があるんだね。全部ね、イエス様を信じたみんなね、聖餐式でパンを食べますもんね。食べるでしょ。一人一人が個人的に神様と関係があるんだ。でこれはアカシアの木で作らなきゃいけない。これっていう、これもイエス様なんですね。だけど幕屋の外、うん、幕屋の外はアカシアの木で作ったものを聖堂でカバーしたのね、審判、あれはもう審判で、うんうんうん、どうしてもこの罪の審判を通らなきゃならない十字架を表して、うんうんうん、アカシアの木で祭壇を作ってたんだけど、今度中に入ると個人的交流をするときには、うん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 、やっぱりアカシアの木、イエス様なんだけれども、うん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 、金、純金でカバーされてるの。純金っていうのは神様を表してるのね。だから人間的イエス様は審判を受けて十字架にかかられて、復活したイエス様はやっぱり人間イエス様なんだけれども神様であるという純金にかぶせられて、それがパンの机になってるの。神様のこうきらびやかなというか清さ、もう素晴らしい栄光がもうそこにピカピカってしてる感じなんだね。そう、もう純金っていうのはね、いつも神様を表してるのね。だからイエス・キリストはただのメシア、人間ではない、神様ご自身であるっていうのをはっきりと表しているのね。他にはどんなことが奥義がこの書かれているの？このパンの机もここに輪があって、うんうんうん、缶を作らなきゃならないって、これ丸い缶ね、うんうん、神様の永遠の愛の缶を作って、うんうんうん、そして棒を刺している、ですからこれも
この神様の交流のテーブルも世界中どこへでも持っていけるんですよということ。神の食卓を世界中に、うん、そうそうそう、だから世界中の教会でしてるでしょ。だからこの担いで持っていくっていうのにはもうすっごい大きな神様の愛が世界中のためにあるんだよということを伝えてるのね。で、まあ、ピアノこの右側にはこれがあるんだけど、今度左側には食台があるのね。今度はミサさんに読んでいただこう、はい、出エジプト37章の17節から19節。また彼は純金で食台を作った。その食台は土で打って作り、その台座と支柱と額と節と花弁とで一個の食台とした。6つの枝をその脇から、すなわち食台の3つの枝を一方の脇から、食台の他の3つの枝を他の脇から出した。一方の一つの枝にアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額を、また他方の一つの枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額をつけた。こうして食台から出る六つの枝を皆そのようにした。はい、この食台っていうのが あるんだけども、これはアカシアの木を使ってない。うん、全部が純金なのね。これはたくさんの神学者が聖霊様を表してるっていうんだけど、もう神様ご自身、人間イエス様ではなくって、もう三位一体の神様、または聖霊様、それを表してるのね。で、7つの光が灯されるように中心があって、そして6つの枝が出る。7っていうのは完全数を表すのね。で、完全数を表している光を灯しているので、これは神様の栄光、社会なグローリーって最近呼ばれてるんだけど、釈迦土で、神の栄光っていうのを、釈迦土っていうんですよね。もう栄光という言葉には25種類ぐらいあるのね、ブライ語で。だけど神様の栄光は釈迦土っていうふうに、もう区別されてるのね。それに最近は英語のグローリーっていうのを出して、社会のグローリーっていうふうに言うようになったんだけど、もう完全数の光っていうのは社会なグローリー、神の栄光を表しているのね。社会なグローリー、なるほどね。アーモンドの花を、これなんだろうなと思って、なんか、ね、社会なグローリーっていうのとアーモンドっていうのは何の関係がある、何の関係が、意味があるの、これは。アーモンドっていうのは、冬になると枯れ木みたいに見えて、何にも、もう葉っぱも何にもなくて死んだような形、だけどまだ冬の厳しい1月頃に、花が咲き始めるので、で一番最初に花が咲くっていうのが、アーモンド、復活の初穂を表してるのね。どの木も冬になったら死んだようになるんだけど、初穂として復活した形、最初に復活、イエス様は初穂として復活なさったのね。アーモンドもね、アーモンドがそれでアーモンドって言ってるのね。ですだけど、そのアーモンドっていうのの意味、その初穂の復活っていうのもあるんだけれど、それと目を覚ましているとか眠らないっていうような、そういう意味も入ってるのね。それと一
番最初に、花が咲くので、うんうんうん、リーダーシップっていうそういうのも表してるよね。だからこの社会なグローリーの中に入らせていただいてるんですよ、うんうん、私たちはね、そして、復活の望みを持って眠らない、目をちゃっきりと覚ましてしっかりと祈って歩む、それがこの7つの食材なのね。これが全部純金でできていて、これは神様ご自身、神様ご自身であり、私たちもこの中に入らせていただいているというのが、これが7つの食材、そしてアーモンドのお花がこういくつも飾られている。いやーすごいわこれはねえ、見たことはあったんですけど全然意味を知らなかったです。オリーブオイルをこう溜めてるんですよ。そして、芯、うんうんうん、糸みたいな芯がこう出てて、うんうんうん、でそれを燃やして、それが絶対に耐えることなく燃やしてるわけね。ところがその芯っていうのは、うんうんうん、長い間燃やしてると炭のように黒くなって、うんうん、で火が最初は大きく燃えてたのにだんだん小さくなってくるんですよね。そうしたら灯火がだんだん少なくなってくるので、うん、神様がその黒い部分を、うんうん、こう切り取られるように、祭司が金のハサミ、わざわざ金で作ったハサミで毎日それを貯金貯金って切りに来るのね。そうするとまたブワーッと大きな光が出てくるわけね。私たちもみんなこう黒くなった、で必要じゃない部分があるわけよね。それを金のハサミで切るっていうのは精霊様の優しい愛で、愛でこう、こう神様にハサミ入れてもらう。でそうなんそうしたらまた大きな光を放つことができると。これは奥義ですね。そうですね、そういうのなのね。そして、この右側にはパンの机、左側にはこの7つの、食材、そして垂れ幕っていうのがあって、垂れ幕の向こうが神様の御臨在が現れるところなのね。その手前に、この講壇っていうのがあるのね。で講壇っていうのがあって、その講壇のところで香を焚いて、祈る、これは祈りを表すのね、これが香壇なんだけれど、これもこの香壇のところに角が4つついてて、王冠の形がついてて、これもどこへでも運べるように、棒がついてて、そして、ここで香を焚いてその煙がバーッと天に届く、これは祈りを表してるわね。私たちの祈りが天に届きますよという、それがこの幕の垂れ幕の手前にあるの、だから神様の御臨在の前に出る前には必ず香を焚く、これは祭司たちが毎日していたことなのね。祈りの大切さですね。祈りの大切さなのね。でこれは
あんまりいい写真ではないんだけれど、立体的に描かれた幕屋のことなんだけど、ここに煙がこう立ったでしょ、うん、これが祈りが天に届いていますよという、うん、そういう意味が入ってるよね。だから、この幕の向こう側に行く前に、神様と、はい、交流、パンをいただいて、そして、お光の中に入れていただいて、そしてその素晴らしい御臨在の中で祈らせていただいて、そして中へ入っていく。中へ入っていく。ステップがありますね。ステップがありますね。すごい奥義が隠されてるんだね、これね。神様が個人的な交流に招いてくださってるっていうところがまたすごいよね。すごい。そして、アロンの家系だけしか、そこには入れない。そうだよね。祭司はそうですよね。そう、祭司。それを私たちはアロンに関係ないんだけど、祭司にしてくださった。そっか。やっぱりイエス様によって、僕たちも、その個人的な交流を持てるように、まあ、するよっていうのをもう神様最初からこう何か組み込んでるというか隠してくださってたんだね。そういうこと、そんなことが隠されてたとはね。すごいですね。いや中学の時ね、一緒にバンドやってる時には思いもしなかったよこんな奥義。いやいやいや本当だよね。いや神様の愛っていうのはあまりにも深い。そしてアブラハムを選ばれた時に、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪うと、そして地上のすべての民族はあなたによって祝福されると言われた、それが全部幕屋に出てるのね。これももうすべての民族のところへ担いで持っていけるんだよって、そこまで表して、はっきりとね表してくださってますね。してくださる。いやーいやー今日もすごい深まったね。本当に。いやいよいよこのこれからあれですか会見の天幕の向こうに行くってことなんでしょうか。さらにその幕の向こうまで今度ねちょっと聞かせてもらった方がいいよね。いやー、帰ってきてちょうだい。もうそれ話するの待てない。じゃあまた今度、ね、聞きに行きますよ。一緒に来る。ね、また一緒に来てきたらありがとうございます。またすぐにお邪魔します。ありがとうございます。それでは本日のおさらいをします。幕屋の外は民族的交流、中は個人的交流で、祭司しか入れませんでした。クリスチャンは祭司とされているので個人的交流が許されています。講壇から昇る煙も天に届く個人的祈りの象徴です。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。